映りますんでね、で赤いやつがポン、普通に喋ってもらえばいいですよ。はい、そうね、胸にはどんな気持ちやろったの、転んでばかりの幼い膝小僧、はい、皆様こんばんは、2月9日月曜日224回しゃべくり松代の時間がやってまいりました。今日の松代はですね、なんか天気予報ですと、雪が降るっていうようなお話だったんですけれども、松代では雪は降りませんでですね、昼間はですね穏やかでしたですね。現在はなんか氷点下1度だっていうようなお話でした。はい、ここでですね今日のゲストをご紹介いたします。真っ白で袋おばさんの愛称で呼ばれている紙芝居作、創作者の赤澤節子さんと、お隣には長野ひまわり号の会の前の事務局長さんの太田光三さんです。今日はよろしくお願いいたします。それではですね、お二人の関係を順を追ってお話を伺っていきますけれども、初めに赤澤節子さんにお伺いしますけど、創作紙芝居発表したのはいつ頃ですかね。平成17年頃です。あ、そうですか。それでは第1作目の題材っていうのは、はい、これですね。ちょっとじゃあ飛ばしちゃうかね。はい、講座の終了作品で、はい、しんちゃんのあだ名、息子が小学校上がった時の悩みを書きました。あ、そうですか。これはあれですかね、今までにこの文も含めて今まで何作作られましたですか。34作、大小合わせて。あ、そうです、はい。まあ、このこれだけの紙芝居を作られたのに何か思い入れがあると思いますけど、何かどういう思い入れですか。思い入れは別にないんですけれども、うん、はい、続ける力になったことは2つほどありました、ね。どういったあれですか。紙芝居を始めて間もなく、ね、嫌な電話が頻繁にかかってくるようになって、ね、ちょっと答えていたんですが、ええ、その時息子が、母ちゃん出る杭は打たれないけど、うん、出る杭は打たれるけど、うん、出過ぎた杭は打たれないぞって言ってくれました、ね。はい、それともう一つは絵の勉強されてる方が紙芝居の絵は絵とは言わないって言われてショックでした、うんうんうん。じゃあたかが紙芝居なら、うん、されど紙芝居にしたら面白いなって、うん、ちょっと発想の転換を図りました。まあ、腹をくくっちゃったみたいな感じかね。なるほどね。まあ絵も見る人にこれ訴える効果ってあるんでしょうけど、今逆にそのお話しするその文章ってのも必要ですよね。はい、まあ、それもやっぱり考えなきゃいけないんだけど、絵と文章のどちらを先に赤澤さんやられるんですか。私の場合は、うん、絵が先です。絵が先、はい。文章っていうのは、はい、ただ漠然と物語を頭の中で描いて、はい、そして書きやすいところから書いていきます。はいはい、なるほどね。やっぱり絵を先に描くっていうのがあれですかね。この下書き、私ら絵描くとなると画用紙書いて鉛筆で書いて、あ、消しゴムで消してまた書き直すとかって、そういうのあるじゃないですか。はい、この下書きとかそのもう直に書くのかって、赤澤さんにしてみればどういう書き方するんですか。いや、家庭の主婦は忙しいんで、頭の中のものをすぐ書いちゃわないと忘れちゃうんです。あ、なるほど。はい、そうするともう直に書いちゃう。はい、うん。で、後で修正かけるみたいな形になるんですか。ほとんど修正はなしですか。あ、素晴らしいね。なるほどね。そうですか。これでまあこれ枚数的にはいつ、これ全部でね、紙芝居やった時は何枚ぐらいあれなんですか。はい、見る人の限界がだいたい18枚ぐらいなんです。18枚ぐらいで、うん、
ですから書いたものを一応廊下に並べて、はい、そして起承転結を考えて、はい、文章を考えて、はい、そして足したり引いたり、うんうん、そして帳尻を合わせます。あ、なるほど。これはあれですか、赤澤さん一人でやられる、それともご主人さんも見てどうってこういうあれやったりしないですか？全然全然それはありませんか？はい。あ、そうですか、わかりました。まあこれあれですね、赤澤さん、これでもってひまわり号の会の太田幸三さんとの出会いっていうのはどんなあれだったですか？私の紙芝居講座に、うん、の受講生がひまわり号のボランティアをしていたので、うん、はいはい、そのご縁で知り合いになりました。ああ、そうですか。この、まあ、太田さんにちょっとお聞きしますけど、はい、ひまわり号の会ってどんな活動をしていらっしゃるんですかね？そうですね、うん、今から32年前にできたんですけれども、はい、障害を持つ人たちの列車に乗りたい、はい、旅をしたいという、まあ、願いを実現させよう、はい、障害を持つ人、持たない人の交流を深め、まあ、相互理解を図ろう、はい、もう一つは誰もが当たり前の人間として、うん、生活できるような公共施設の改善をはじめ、まあ、街づくり、人づくりをしていこう、うん、まあ、そんな活動をしている団体です。はい、これもひまわり号の関係っていうのも、これもちょっとあれですね、写真見ていただければあれなんですけど、これはどこ行った時の写真ですか？これは駒ヶ岳の千畳敷カールへ行った時の写真です。ね、これ結構ボランティアさんね、いろいろとその車椅子やったり、バスへ乗せたり、リフトバスかなんか乗せたりとかっていろいろやってはいらっしゃるんだけども。そうですね、はい。その頃まだリフトバスはなかったんですけども、うん、全体では400人を超える団体だと思うんですよ、この時は。うん、非常にアルプスっていうか大変、中央アルプスだったんですから、ええ、下もあれでもボランティアも大変だったんですけども、はい、まあ、この旅を見事実現することができてきました、うん、これひまわり号っていうのは列車でいいんだよね？そうですね、列車やバスもそうですね。あ、はい、バスもそうあります。はい。あ、そうなんですか、はい、じゃあそれをひっくるめてひまわり号っていうような形なんですか？そうです。なるほどね、はい。これはいつ頃できた団体なんですか？そうですね、全国的には今から34年前。34年前、はい、です。はい。これ立ち上げた方はどなた？長野ですか？ええ、長野では私を含め5人くらいの5人くらいで、はい、立ち上げた。そうすると、はい、太田さんは初っ端からっていうことですか？そうですね、はい。なるほどね。そうすると30年ってことですか？そうですね、はい。まあこれ、ひまわり号の記念レセプションみたいな、ね、ちょっとコピーでちょっとあんまり 見づらいあれなんですけども、ちょっと見ていただいて、まあ、いろいろやられてるんですけどもね、はい、どんなあれをやったですか？30周年記念っていうか、その、そうですね、30周年記念では一つはみんなでこうお祝いのね、はい、パーティーといいますか、はい、やりました。でもう一つはこの30周年記念でこの何か記録に残るものを作りたいということで、はい、今回のこの紙芝居という風になった。ああ、そうなんです、はい。これでボランティアの登録者数ってのは何人いらっしゃるんですか？そうです、ボランティアは今283人くらい。283、はい。年齢的にはどんな？年齢的には20代から80代。20から80、はい。80代の方何やるんですか？そうですね、視覚障害者の手引きですか、いろいろありますか。はい、手を引いたりとかね、はい。20代の方ってのは力仕事？まあそれも含めてありますね。はい、ある程度分担はできてる。そうです。そうですか、できてます。なるほどね。あとこの障害者の方っていうのは何人ぐらい登録されてるんですか？障害者は384人。あ、そんなにいるですか？ご家族が255人くらい、うん。まあ、障害って言ってでもいろいろあるんですよね。そうです、 あらゆる障害の方ですね、はい、すべてって言ってくれ、すべての障害の方がいます。あ、そうです、はい。あ、これ障害ってこれ登録するっていうのはどうすればいいんですか？この旅に参加したいっていうふうにね、うん、言っていただければこちら、うん、登録されて、うん、もう毎回案内が送られる、うん、こういうふうになる。これ事務局って何人ぐらいいらっしゃるの？事務局は今こういうなんかこれ案内しなきゃいけないです。そうですね、これ見るとね、700、800って。そうですね、
今15人くらいですかね、事務局で、はい、事務局それみんなボランティアでやるの？そうです、はい、はあ、障害者の方も一緒にやりますから。ああ、そういうことね。そうです、はい、なるほどね。これでもきっかけってどういうことなんですか、太田さんがこういうひまわり号をやるきっかけって。そうですね、私が34年前日本で初めて上野から日光まで、うん、その当時は障害者専用列車ひまわり号と言ったんですけども、うん、それを NHK のテレビが報道されしたんですね、うん、私はそれを見ていてね、あ、こういう風に列車に乗って喜んでもらえる人がいるんだなと、うん、よしじゃあ長年でもやろうということで始めたのがきっかけです。あ、そうなんですか、はい、あれですかね、そのなんか、まあ、障害者さんとその行動を共にして感じることって何かあります？そうですね、やっぱりまだまだ障害者がこの社会が生活していくにはいろんなこのバリアっていうかね、うん、まだまだあるということなんですよね、うん、何とかしたいと思う同時に、そういうこのいろんな中でも障害者が本当に前を向いてね、うん、本当に一生懸命生きようということに逆に私が勇気をもらって、うん、そこから元気をもらって今までずっとやってきた、そんなことを思いながらやっております。ああ、はい、あれですね、この30周年のこの紙芝居をですね、太田さんが赤澤さんに制作依頼したっていうんですけど、どうしてそういうあれになったんですかね、どういう思いで赤澤さんにお願いするんですか。そうですね、実は20周年の時にこういう写真集って言いますかね、はい、これ作ったんですよね、はい、で今回30年ということで、うん、私たち自身の運動が本当に手作りなものでありましたから、うん、やっぱりもっとこの手作りなもので、はい、あったかいこの記念に残るものを作りたいということで、はい、赤澤さんのこの紙芝居と出会いましてね、はい、本当にこのあったかいものとして30周年記念に残したいということでお願いしたいと思います。うん、あ、そうですか。したいです。赤澤さん、依頼を受けた時ってどんな思いですか？ひまわり号のことは全く知らなかったので、ちょっと面白そうだな、書いてみようかなっていう軽い気持ちで、うん、受けたんですが、はい、やってみたら大変でした。そうですか、なるほど、まあ、実際これね、同情して描かれたって言われてるんですけども、やっぱ現場を見なきゃダメかっていうことですかね。はい、そうですね、うん、私の場合その会の持つ雰囲気とか、うん、参加されてる方たちのおしゃべりなんかが必要不可欠なんです、うん、それでとても参加してよかったと思います。ああ、なるほどね。あとあれですね、今これ写真ってんですかね、こちらの方を見ていただくと、ひまわり号の右の方になるんですけど、写真、小さい写真が撮られてるんで、その下が、後ろが絵を描いてあるっていうこと、写真アップしていただくとですね、マス目がこうやって描いてあるですね、でその中でそれを目当てに絵を描いてるっていう形になるんですか、ね、そうですね、毎回こういう形になるんですか。いえ、行ったことのあるところは自分でも分かるんですけど、うん、千畳寺ヒカールは行ったことがないので、うん、写真を参考にしました、はい、うん、なるほどね。これはあれですかね、やっぱり苦労するっていうのは何かあるんですか。30年前の電車とか、うん、ヘリコプターとか、うん、それから水族館、そんなのが今と全然違うので、はい、そういう下調べがちょっと大変でした。和田さん、この30周年の紙芝居の発表はどのような形で やられたんですか。12月20日に忘年会があって、その席で発表させていただきました。ああ、そうですか。反応はいかがですかね、皆さんの。いや、もう本当に泣いてしまって、うん、ハンカチが目から離れないっていう方もいたし、はい、自分が絵の中にいるというので、ね、とても喜んだり、描いた自分がびっくりするくらいの反応でした。ああ、そうですか。そうですね、今度太田さんにちょっとお伺いしますけども、この長野ひまわり号、まあ、これからどういう期待っていうんですかね、何かございます。はい、私たちこう30年超えてやってたんですけど、まだまだ
このひまわり号を知らない人たちもね、うん、大勢いると思いますからし、うん、障害者の方もまだまだこのひまわり号の存在すら知らない方いると思います、はい、そういうことでもっともっと若い人を含めてボランティアもそうなんですけども、はい、多く広く多くの人たちにこう知らせていきたい、はい、そしてそのにはこの紙芝居を使いながらね、はい、いろんなところに多くの皆さんが入っていきたいなっていうふうに思ってます、はい、あ、なるほどね、わかりました。赤澤さんにお伺いしますけど、今後どのような活動を、まあ、全体的にやる。全体的には、はい、今まで書きたいものを書いてたんですが、ひまわり号のを書いてみて、はい、自分のジャンルをこう広めていろんな面を書きたいなと思いました。なるほどね。じゃあこれですね、ちょっと赤澤さんに読んでいただいて、はい、はい、終わりにしたいと思います。はい、花火が始まるまでの待ち時間、缶ビールやスイカでおしゃべりが弾みます。お世話になった佐々木先生も諏訪中央病院から来てくださいました。その中に両親が年老いて付き添いが無理になったので、理解ある嫁ぎ先から障害を持つ弟に付き添ってきたお姉さんがいました。嫁ぎ先からは両親亡き後、引き取り一緒に暮らせばいいと言われたそうです。少しずつでも、終わりにしたいと思います。今日はありがとうございました、皆さん、はい、ご苦労様でした。ありがとうございました。でもすごい、あれだけの障害者の方がいるなんて、ね、初めて。いや、まあそうなんですけどね、私はね、うん、赤澤さんの絵に、ね、感動してた、うん、あ、そうよかったね。すいません、はいはい、ということで、はい、来週の前にお知らせですね。はい、はいはい、お願いします。これはね、はい、松代にもね、初めての七福神祭り、うん、七福神巡りをちょっとやるっていうことでね、はい、初めてだからちょっと噛んじゃった、うん、これもね、はい、だいぶ前にからいろいろねあったんですけども、なかなかね日の目がなかったんで、で今回、これねできるようになりました。22日ですね、うん、一応やるようになりました。ぜひねこれ参加いただければなと思いますね。面白いと思います。まあ、長野にもあるんですけどね、こっちはねやっぱり街の中歩くのもね、うん、いい場所があると、うん、あると思いますので、ぜひ参加お願いできればなというふうに思います。はい、はい、じゃあ引き続いて、はい、来週の予定ですね。来週、はいはい、来週久々に曲がりよさんに出ていただきますね、はい、これもね、ひな祭りね、13回目。はい、ってことは何、13年も続いてるんってことですね。はい、すごいね、はい、今回もまたね、90件近いそういうのでね、真っ白の中でやりますんでね、はい、実行委員長さんと造山神社、あ、造山神社で、はい、流し火流し火やって、それが初っ端ですね。はい、それをもってやる予定でいますんでね、まあ、その内容的なものまたね案内していただければなというふうに思ってますんで、よろしくお願いします。はい、はいはい、じゃあその話をいただけるというようなことですね。はい、はい、それでは来週のしゃべくりマッスルをどうぞお楽しみに。はい、お楽しみに。